黒猫アマズライトチョッピーせーの黒猫チャンネル、イエーイ、イエーイ。これはメスだと気づいていると思う。今回はうまくいくんじゃねえか。わわわ、挟む挟む。いや、そのポジション怖いだろう。どうも、こんにちは。黒猫チャンネルの黒猫です。ありがとうございます。今日はね、ペアリング動画になります。どの子をペアリングするかというとね、オスはこの子です。シャ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 。はい。よっ。ちょっとズームしますか？うん。はい、ウエストウッディカズミアへのね、名前はね、カズオくんです。カズオくんね。ということで、カズオくんのね、ペアリングをしたいと思います。この子はワイルドなんでね、早めにね、ペアリングした方がいいです。なんで今日はハンドペアリングちょっと試みてみたいと思います。女の子の方にも登場してもらいましょう。いきます。女の子、登場でーす。はい。はい、この子ですね。ウエストウッディカズミアへの女の子。名前はね、カズミちゃんって言いますね。はい、勝手に名前つけちゃいましたが。この子たちのね、ペアリングをね、今日試みてみたいと思います。おー！はい、ということでね、カズオくんがワイルドなんでね、いけるとは思うんですけども、頑張ってやってみたいと思います。では、やっていきましょう。軽くひねってあげましょう。はい、おとなしいですね、かずみちゃんね。かずみちゃんの上にかずおくんを乗せていく感じです。そーっと乗せていきます。はい、このあたりだろう。わ、やばいやばいやばい。あー、1回目失敗。なかなか難しいんですよね。もう1回、そっとね。あー、ダメか。ちょっとクロスに乗せてみようかな。お、乗せて、乗せることができました。さあ、やる気になってくれるか。どうですかね。メスに気づけるかどうかというところがポイントですけどね。触覚はね、動いてます。ちょっとね、このまま様子を見ましょう。少し動きがあったんですけど、微妙な動きですね。まあ、メス殺しは少ない種だとは思うんですけどね。なんせすごくお値段もね、高いんでね。怖いですよね。こうやってペアリングするのも。はい、これはね、うまいこと言ってない感じですね。あらら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 ら。マジか。カズオくん。カズオくん。もう一回やってみましょう。今度は後ろからそーっと乗せる感じで。よし。気づいてほしい。気づいてほしいですね。いやー、危ない。挟むなよ。頼むから挟むなよ。ああ、やばいやばい。挟むな。挟むな。挟む。やばい。挟んだ。やばいやばいやばい。ちょっとやばい。怖いなぁ。恐ろしいですね。ね。いや、もう、心臓に悪いですよ、これは。やっぱり怖いんで、クロスに置いてみましょう。あ、いいポジショニングじゃないかな。
これでメスだと気づいてくれれば。お、わかったかもしれないですね。わかったんじゃないかな、これは。いやー、これはね、ダメですね。失敗してますね。もう一回だけトライしてみたいと思います。いくぞ、カズオ、目覚めろ、野生の本能。ダメか。お願い、野生の本能。ダメですね。参っちゃったね。まあ何回かちょっと挑戦してみたいとは思います。これは強敵だな。なんというか、メスの方がね、下に潜り込もうとしてる感じなんですよ。なんだけどね、カズオくんが逃げてるという、なんとも不思議な構図になっちゃいまして。あー、メスはやる気なんだ。問題はカズオくんなんだよな。カズオくん気づけよ、お前。はい、ちょっともうちょっと様子見たいと思いますね。かれこれ30分ぐらいは粘ってるんですけど、やっぱうまいこといかないですね。メスの方はね、やる気なんですけど、オスの方がね、どうも、今そういう気分じゃないっぽい。なのでね、ちょっと同居にね、切り替えていきたいと思います。同居か。はい。まあ、とりあえずやってみましょう。なかなかうまくいかないですね。はい。これと、これでとりあえず同居セットを作っていきたいと思います。よっ。まずは足場作りだな。大きさを見て、だいたいこれぐらいか。はい、切りましょう。いやー、さすがにね、ちょっとやっぱ緊張しますよね。ババ君とかとは訳が違うんでね、緊張しまくりますよ。うまくいかなかったらどうしようっていうね、そういう不安はすごいですね。かつてね、感じたことないぐらいの不安。これはね、やばい。やばいと思いますね。なかなか。はい。うまくいってないみたいですね。もうちょっとあれかな、角がちょっとこんな感じだろうか。よいしょ。ね、こんな感じじゃないですかね。はい、はい、あ、いいんじゃないですかね。これで足場できましたので、ちょっとね、しょうがないんで同居生活ちょっとやってみたいと思います。おお、うまくいくかな。まあなんせオスがね、ワイルドなんでね、ほんといつ果てるともわからないんですよね。うん、なんでもうちょっとね、これでしばらく同居してね、メイトガードしてくれたらいいんだけど。あ、ごめんよ。はい。とりあえずこれでちょっと様子を見ましょう。ね。よいしょ。うまいことメスだと気づいてくれたらいいんだけどな。多分メス殺しはね、なかなか発生しないと思うんですよ。カズミアイの場合はね。はい。なんでちょっとこれでね、様子見たいと思います。
多分メスがね、オスの足をね、噛んじゃったりとかもするんでね。あ、今噛んでるんじゃないかな。わーい。やめてー。やめてー。メスちょっとやめてー。メスやめてー。あ、これ、あ、怖怖怖怖。もう勘弁してよねー。半端なくね、恐ろしいですね。相性こいつは悪いんじゃねえか。はい。まあということでね、ちょっと大変ですけど、こんな感じでね、しばらく置いてみましょう。ね。うまいことメスが。やる気、オスもやる気になってくれて、メイトガードしてたらね、まず成功と見ていいんじゃないでしょうかね。はい、じゃあね、ちょっとこれで放置します。おお、うまいこと言ってるっぽい。うわ、いきなりですか？あ、やる気満々だ。あ、ちょっとこれ置いとこう。置いとこう。そっとしとこうね。やっぱ大事な子なんでね、ちょっとそっとしときたいと思います。ね、このままそっとしてペアリング成功するのを待ちましょう。おお!1回目のペアリングはうまいこといきましたね。ということでね、2回目のペアリングをしていきたいと思います。今日はだいたいね、1回目から2日ぐらい経ってます。はい、2回でね、産卵セット組んでいこうかなとね。はい、まずは、かずみちゃん。それから、かずおくん。うわ、怖い怖い怖い。うわー、恐ろしいわー。素早い反応だな。まあ、挟みそうで怖いんだよね。あ、あ、もう完全にね、気づいてますね。これはメスだと気づいていると思う。今回はうまくいくんじゃねえか？うわうわうわ、挟む挟む。いや、そのポジション怖いだろう。一回目にね、挟んだ時も生きた心地しなかったですからね。挟む挟む、それ。それ、あ、あ、やめろ、やめろ、やめろ。挟む挟む、それ。それ、あ、あ、やめろ、やめろ、やめろ。やめろ、もう。うわ、怖い。ビビッ。はぁ、もうマジやべえって。やっぱこれでやろう、これで。怖えなぁ。まぁ、あ、一回三、うまくいってるんでね。もう無理しなくてもいいかなって思いますけどね。もう一個、この、同居セットでね、無理せず、行ってみましょう。はい。ね、恐ろしいですよ。こんな感じで。はい。そっとしておきません？ね。ちょっとこれでね、様子見ましょう。いやー、もう強烈だな、こいつら、ほんと。いやー、怖い怖い怖い。だい、あ、あ、やばい。やばいよ。やばいと思うんだけど。お前、メスだと気づけよ、お前。わー、現在すごいポジションになっています。あのね、メスがオスの下に潜り込みました。これでオスが気づいてくれればいいんだけど。もうやだ。怖すぎるわ、これ。ね。メスもね、オス噛んじゃったりしてる感じなんですよね。はい。もうペアリング十分ってことだろうか。うん。一応2回ペアリングした方がいいですよっていうアドバイスはいただいてるんですけど、これ心臓に悪いっすよ。
少し様子を見てね、考えたいと思います。なんとも微妙な動き、メスだと気づいての動きだったらいいんだけど、また挟んじゃわないかな。今こんなポジションでございます。怖いな。離れていきそうな感じですね。いやもうほんと見てられないんでやめようかと思います。やっぱ恐ろしいわね。値段が値段だけにね、もうね心臓が止まるかと思いますよ本当に。はい、離れました。あーもうやめます。一回ね交尾してるの見てるんでね、サンラセットまず組んでみましょう。でまあ2週間ぐらいしてね変化が現れなければね、もう一回サンラセット組む感じでいきたいと思います。はーい、お疲れ様でした。ということでね、迷った挙句にやっぱり2回目のペアリングはやめとこうと一旦ね、ペアリングうまいこと言ってると思えるのでね、これで一応3ランセット組んでみたいと思います。でね、2週間してね、産んでる状況を確認して、やっぱダメだなって思ったら再びペアリングというふうにしようかなと。まあとにかくオスがワイルドなんでね、いつ果てるともわからない命でありますので、急ぎつつ、でも死んじゃったら元も子もないんで、これで、ね、やっていきたいと思います。はい、いや怖かったですね。ということで今日はこれで終わります。またよかったらコメントください。黒猫チャンネルの黒猫でした。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。